おはようございます。たかしです。本日は10月27日木曜日、ただいま6時9分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日の日足は微妙に陽線となっております。直近の高値を実体で上抜けたかっていうところですが、微妙に抜けていない、ぴったりのところで止められている感じですね。ただ上昇トレンド中、そして陽線確定というところで、まだここから上昇していくんだろうとは思えるんですが、今はドル円の下落とポンドドルの上昇に挟まれて、ポンド円はどちらとも言い難い動きをしてます。ただじり高ではあるので、基本的にはこの上昇についていくのがいいと思ってます。日足のストキャスティックスは再び上を向いてきてます。マクディも上昇モメンタムが再び回復しつつあるというところで、やはり上昇していくんだろうと思うんですが、しばらくここで上げ渋ってますので、一度大きめの調整下落をつけてからの再上昇ということも考えられますので、大きめの下落には注意ですが、基本的には買い足のトレンドに従ってやっていくのがいいと思います。では4時間足です。4時間足も GMMA は上向きというところで上昇トレンド中ですね。で、じりじりと上げてますので、すごくトレードはしにくいのですが、基本的にはここの今最高値を超えてきてます。若干なんですけれども。なので、買い足では小さく上昇トレンドを継続中というところで、それに従ってついていくのがいいと思ってます。ただ4時間足ストキャスティックスは今高値圏からデッドクロスしてますので、先ほど日足のところでも言いましたように、大きめの調整下落には注意ですので、一旦この辺でしょうか、168円とかこの辺ぐらいまで下げる可能性も考えておいた方がいいですね。 GMMA に深く突き刺さってくる、そのくらいの可能性はあるんですけれども、やはり高値を更新、そして安値も切り上げてきてますので、基本的には上向きをイメージしておきたいです。まずは一旦大きめの陽線でここを明確に上抜ける、そんな形を見せてほしいところですね。そうなってくると、次は今の現在地付近への戻しを待ったところでの押し目買いっていうのがしていきやすくなるんですが、今はじりじりとは抜けてきてますけれども、なんともやりにくい明確に上抜けというのが言い難い状態ですので、4時間足単位で今ここから買っていくのはちょっとやりにくいかなと。一旦の GMMA 付近までの押しをつけてほしい。ですので、先ほど言ってた168円ぐらいですね。この辺まで押しをつけてくれると、そこから買いやすくはなるんですが、今4時間足単位ではやはり一旦の調整下落を待ちたいところです。広瀬通商さんとのタイアップキャンペーンを開催中です。専用 URL から口座開設をいただくと、最大で5万5000円のキャッシュバックがされます。少しの手間でそれだけの金額がもらえるなら、今月のお小遣いにしませんか？専用 URL は概要欄に貼ってあります。期間限定ですので、お早めにどうぞ。では1時間足です。1時間足は綺麗に上昇トレンド中なのがわかりますね。GMMA が再び上を向いてきておりまして、その GMMA に反応するように上昇してきてますので、じりじりとではあるんですが、こういった1時間足単位で見るとわかりやすいですよね。この上昇で一旦この黄色のボックス上限まで上げてきて、そこで揉み合って、そこからの一旦大きめの上昇で明確に上抜けましたよね。そして今ここのボックス上限が次、サポートになっているのがわかります。で、今ここから上昇しようかというところですので、基本的には1時間足は綺麗に上昇トレンド中ですので、じりじりと上昇中なので、これに従ってトレードしていくのがいいのかなと。ただ1時間足単位の上昇トレンドですので、4時間足ではもう少し明確な上抜けが見たいところですし、4時間足の GMMA はこの辺を走ってるんですね。ですので、このボックスの下限ぐらいまでっていうのは押しをつける可能性がある。それは4時間足単位の押しになってくるんですが、その可能性もあるんですけれども、今は一旦は1時間足のこのトレンドに従ってトレードしていくのがいいのかなと。この辺また GMMA にぶつかったあたりでの上昇を狙っていけるといいのかなと思ってます。現在は1時間ではこの黄色のボックスを明確に上抜けてはいます。ただ4時間足単位では微妙かなと思いますので、もう一段上昇してくれると、そこからの押しを待って、そこから押し目買いという形で4時間足単位の上昇に乗っていけるのかなと思うんですけれども、今はもう少し、もう一段の上昇ですね。だから4時間足単位でもう少し明確に上抜けっていうのが認識できるぐらいのところまでは強く抜けてほしいところですので、そこを待ちたいですね。ただツイッターでも一昨日でしたかね、投
行しましたが、ここを上抜けてくると175円ぐらいまで上昇する可能性が高くなりますということで、一応ターゲットとしては175円付近を考えております。で、その辺に上がってくればそこからは大きめの下落になる可能性があるんですが、まだ175円というと結構先の目標になってくるんですけれども、このままスルスルと上がるというイメージではなくて、やっぱりジグザグとして上げていくと思いますので、一旦は大きめの押しをつけるかもしれませんが、最終的には175円ぐらいを目指して上昇していくんじゃないかと考えておりますので、その辺を目安にトレードしていくのがいいんじゃないでしょうか。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。現在このインジケーターを使ったエントリー手法のブログを書いている途中ですが、まずはこちらの基礎編をご覧いただきたいです。 GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。このブログを読んでご自身のチャートに当てはめて考える、それが使いこなすことへの第一歩になります。せっかく FX と出会ったのですから、確実に一歩ずつ成長していきましょう。